いつもの通りの朝の風景です。外から見たらめちゃ可愛いでしょうね。ちょっと曇りだからさ、外からも見やすそう。かな。明るいとね、空とかね、ガラスに映っちゃって見えにくいんだよね。かわいい。この安価のサイズがちょうどいいっちゃちょうどいいんでしょうね。2人で乗るとこんな感じになります。これがこの倍あると2人で寝ちゃうことになる。丸いなだらかな感じがたまらなく可愛いです。そして耳がついてね、ピッて三角の耳も可愛い。チャラン、なんでしょうか。全然わかんないね。これはこたつ型の、なんていうんだっけ、キャットハウスに入っているポンちゃんのケツです。そして奥を見てください。奥、もうちょっと下にしてくれる。あ、見た見た見えた。ちょっと痛い痛い痛い ポンちゃんの入っているこたつのキャットハウスにジャン君が後から入って、2人仲良く中で寝ています。今なんか舐めたりしてるかな。いつもこれの呼び名をね、ハウスなのかベッドなのかすごく悩んで、どっちかなっていつも思う。まあこたつだね。こたつハウスかこたつベッドか。ハウス？ハウスだろそうう、ハウスなな。のまあこかれをな。畳んでベッドにできるよっていう形だもんね。あと、あれも宇宙船もね、宇宙船型ハウスなのかベッドなのか、どっちって思う、いつも。でも文章にして書くときにめっちゃ悩む。まあどっちでも、読む人はどっちでもいいってそっ言ってか。ると思うな。ということで、仲良しの2人、またリポートしました。はい、おいしいね。ねえ、チュール食べた後さっさと寝たので、ね、猫の人たちね。そしてねんねん起きてカリカリを食べております。おいしいね。カリカリはニュートロの穀物系のフリーのやつ。アダルトダックンとアイニスのお魚系をトッピングして、あとなんか歯をこうちょっときれいにできるよみたいなカリカリ、デンタルなんとかみたいなやつを少しと、あとはモンプチのクリスピーキス、マダイパウダー入り厳選白身魚っていうやつをトッピングしました。ポンちゃんの好きなやつです。ジャックも結構好きだよね。なんかこのモンプチくんはとても人気です、うちには。これです。はい、大人気モンプチ、なんて呼ぶべ、クリなんとスかキッピーキッス。ス。はい、で、これの、今日は、マダイパウダー入りの白身魚。
だけどチキンとかもあります。贅沢なんか贅沢な感じ。そう、そう、この源泉なんとかはなんかいつもあるんじゃなくてなんかちょっと時々あるやつで、まあ結構長いことあるんだけどなくなる時もある。彩りはいつもと変わりません。変わりませんそうだね。これは黄緑、緑とかさ入ってないから、ピンクとか緑とか入ってないからね。はい、満足したジャン君はペロペロしています。ジャン君終わったら、私しばらくしたら食べるんだよね。で、眠くなってくるんだね、だんだんね。ね、寝て起きて食べてまた寝るのか。おやすあり。カラスは今泣いてるの。あ、そろそろ夕焼けだよ、外は。うん、カラスもお家に帰るらしいよ、ジャン君。お家に帰りましょう。アロマディテール。はい。本当にディって感じ。スタートのやり方です。はい、やった、またコーヒーいただきました。いっぱい入ってるバージョン。はい、いろんな味が楽しめます、うん、これはブルーマウンテンなんだよね、ブルーのやつね。ブルーマウンテンって書いてあるね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。黒犬大喜びです、うん、よかったね。アロマディテー、はい、ではい、はい、ジャン君、何ですか。はい、ジャン君はい、出て、はい、出て、はい、こっちへ出て。Hmm, hmm, hmm, hmm.